はい、ということで今回、小島会長のご紹介で、勝美社長の、はい、会社さんですね、はい、グレイスさんにお邪魔させてもらってます。寒川町に本拠地を置きます。はい、はい、幕町初めてですもんね。あ、初めてです。はい、勝美社長道ではよくお見かけします。ああ、そうなんですね。はい、近い庄司さんとか 見かけたりしますもん、よく。ああ、そうなんですね。俺もね、しょっちゅうあちこちで見かける、はい、もうかっこいいから、はい、もう低速で走ってる時なんか。しかも前回自分勝手にじゃないですけど、あの俺様さんの車両を取らせてもらったんですけど、今回こちらは勝美社長の、はい、社長号です。社長号ですね。はい、じゃあすいません、今日よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。やばいしか、その言葉しか出ないんですけど、やばいやばいっすよね。やばい、すごいよこの佇まいは。佇まい出て、まあ、とにかくまず出てますよね。出てますよね。まずは車種はこれタクボッチ。これはスーパーグレートですね。はい。すんごいよ、もう上から下まで。マル先輩と同じ、方なんですか。もう年式はね。年式は一緒で。うん、そしてこちらね V ですからね。V 8。はい。しかもこのバンパー、これはラッセルバンパーって言うんですか社長。ラッセル戻しなんですね。はい。素晴らしい。すごくない。しかもこれちゃんと現場でね、はい、どこの現場でも入れるように、はい、可動式ですよ。可動式ですよね、はい、もうここ階段でなんか登れちゃうぐらいの出方すごいですよね、はい、出方すごいよね。めちゃめちゃこれこちらのステンレスなんですよ。どうだったっけな、これ中古で買ったからね。はい、すごい。このこの光り輝くこのねラッセル、しかもこれパンチング、これもじゃあそのままの状態で、そうなってるんですね。すごいね、これちゃんとユニット入ってるそうでね。あ、じゃあ光るってことですね。夜間時にはね、点灯できると。上にあるやつってこれ何です。これロケット、ロケット。何ロケットって。ルーフロケットちゃんと乗っかってるからね。ルーフロケット。あ、こちらも中にユニットが入ってるからね。はい、はい、こちら何色に光るんですか。これ白ですね。白に光る。これでもちゃんと、はい、ロケットとミラーステーとこのね、うん、肌幅が、ほぼ一緒ですね、これ、うん、やっぱ合わせてるっていうね。もう、冒頭の今話した通り出まくってますね、これ。出まくってます。すごい。やばいっすよね、これ。バスマークとか、これもすごいですね。こちらどっかで、どこで買われたとか。忘れちゃったな。あ、もう結構昔ですか。そう。あ、そうなんですね。すごいよ、このメッキのワイパーもついて。うん。ピカピカ。バイザーとかも全部なんか、中にユニットが入ってる。入ってますよ。全部白色なんですか。全部白色。夜ってつけたりするんですか。いや、全然。そこはあまりつけられないということで。つけてって言われたらしい。あ、そういうことなんですね。すごいよこの手幅は。あ、しかも先ほど今これ殿方専用で、あちら側、姫方専用って書いてありましたね。はい、はい、よく気づいたね。はい、じゃあ姫方がしか乗せない感じなんですね。まあ、助手席ないけど、ね、しかもこちらもなんかこれ何マークつけるんですか。これはドアアンドなのかな。ドアアンド菱形で、菱形の。これもあまりついてるの見たことがないんで。基本的に丸とか多いですよね。あ、丸とかがあるんだ。丸アンドとかね、つけてる方もいらっしゃいますけど、うん、あ、しかもこのはしごのところに、はしごじゃなくてなんかアンドになってますね。これもアンドンで、これもすごい特殊ですよね。先ほど聞いたけど、もうこれ10年以上だって。あー、ホイール、はい、はい、これメッキですもんね。メッキなんですね。これって普通結構10年も持たないでバキって壊れたりだとかするってよく言ってますよね。まあそのお仕事内容にも寄ったりとか。はい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 、ね、走る路面とかどんどん走んないから。ああ、いや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 、仕事してないから仕事してなかったらこんなには多分作ること多分できないと思うんですけどね。はいはいはい、ラメもね、そうですね、ギラギラ。はい、なんかこのフレーク、あ、本当フレークショットっていうか、なんか、あ、縦フレークっていうんだ。よくわかったね。ちょっと違いますもんね。四角じゃない、ね、粒がでかい。粒がでかいですね、これ。あ、本当だ、近くで見ると初めて見る感じだ。何ラメですか。ボーラメって言うんですね。これレインボーフレークでいいんですか。そうそうそう。こちらが角サイドバンパー。はい、角三段ね。角三段。この幅もすごいからね、これ。安くないからね、この幅にするのも。そうなんですね。あのこの下のバンパー、丸バンパーあるじゃないですか、うん、これは後から付けられたと。そうそうそれは何でなんですか。長さが足りないからね、縦幅がね。あ、そういうことで、最初に付けたのがこの3段のバンパーで、うん、でちょっと足んないぞと思って付けたと。そうです。ああ、そういうことですね、はい、そしたらなんかいい感じの具合になってるというか、
前の俺様さんのを撮らせてもらった時にこのパンチングされた、ね、はい、担ぎられてね、うん、これまた、うん、車両地だったもん。そうですね。そしてこの櫓、櫓、はい、そしてこの煙突、はい、煙突もすごいっすね。あ、しかもさっき丸先輩に教えてもらったんですけど、うん、ちゃんとこれマフラーが使用されている。あ、もう機能されてますね。ですよね、はい、そしてこのパンチングでね、はい、この囲われてすごい、ごっついっすね煙突マフラー。しかもそっか、今の新しいやつだとちゃんとなんだマフラーを使えなかったりするんですよね、うん、これは使える仕様だから黒くなってますもんね、ちゃんと使ってるという。決してあのダミーをつけてる方に対してこれディスってるわけじゃない、はい、はいはいはい、これは機能してるってことですね。はい、はい、ホイールもベンツスピンナー、ベンツスピンナーやっぱかっこいいよな、はい、これ配線来てますけど、あ、内側かなんかに。おー、よく気がついたね。さすがタグモッチ、よく気がついたね。さすがですね、先をやろうとしてる。あ、そうなんだ、そうなんだ。こちらってテールはなんかこれどっかのテールなんですか。これは普通のまあトレラテールなんだ、うん、あのトレラの、ええ、うん、トレラ特有のテールなんです。これ純正じゃないですよね。純正のね、ええ、これなんだっけな、そう、なんか純正のトレーラーって。あ、純正のトレーラーのテールなんですね、うん、そうそう、あ、そうなんですね、うん、だから確かあの下田さんもそうかな、うん、下田さんも同じようなトレーラーテールつけてる、うんうんうん、テールボックス、はい、でかいっすね。なんかこれまた明るいっすね、きっとこの LED が。あ、明るそうですね。なんかプロジェクターみたいなのついてます、うん、これバックランプですよね、バックライトか。そう、バックライト、はい。すいません、かずみ社長、これって何で使ったりするんですか。このこれ燃料タンク、うん、え、これ燃料タンクなんですか。あ、そういうことなんだ。これまで入れちゃうので、ええ、そこでもう工具箱に用途を、はい、使えたりもするからさ、はい、工具箱として燃料タンクを使ってる人がいるもいるし、あ、そういうことなんですね、まあ、物も売ってるしね、水が入ってるかもしれない。そうそう、もしかしたらね、見ましたね、見た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 、はい、それはあの宝生運輸さんのね、そうですね、はいでね、はい、本来でここがメインでありますから、はい、ここってじゃあパカッと開くんですか。わからない、これこれどういう風に開けるんですか。ここから、ここから手入れ、あ、で、そ、あ、そういうことか。そうそうそう、ただこれサンドの店員さんも結構気使うと思います。確かに燃料垂れ燃料垂らすことできません。垂らすこともそうですし、これ開けて 取り出すときにカチンって当てたりしたら、いや、しこの裏から転がしたときにはもう最悪です。ここちょっと細かいところというか、はい、これ何でしたっけ。鱗のようなもの。あ、そうなんですね。になるのかな。鱗としてはこれ面積はありません、ね、へぇ、はい、この粋なやつらっていうのは何ですか。まあ、LINE のグループですね。こちらね、一応推しですけどね、はいはい、あまりちょっとね、あまりちょっと深掘りはできません、はい、はい、わがまま車両こちらの、おー、ね、俺様さんにもね、貼ってあるよね、はい、あー、はい、そういうことですね。かわいいですよ、キャップ。あー、見てください、サイコロキャップ。かわいい。で、先ほど言った姫型専用、姫型専用、はい、といっても潰してるって言ってましたもんね。すごいな本当に。出幅がちょっとあの稼働してるとこちょっと個人的に見てみたいなと思う。稼働してるところって見せていただけたりできますか。いいですか。 ありがとうございます。マルさん動いてるの好きですよね。大好き。すごい、うわ、迫力やばいな、やっぱこれ、このでっかいのが動いてるのが。重たそう。おー、すごい。これ、すらないように結構、使ったりするんですか。あー、毎日のように、あ、もうこれは毎日のように稼働させたりしてるみたいですね、うん、素晴らしい。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごい。うわあ。すごいね。広い。なんか背抜きされてるんですよね。めちゃくちゃ広いです。ちょっと失礼します。座るところからすべて。いや、本当すごい。難しいと思う。カバーなんかみんな、FRBもみんな塗られてるよ。ぬんぬん塗られてる、塗られてますね。ちょっと失礼します。全部コスモスの緑色で統一されてます。全部こことかも塗られてる。もう
コスモスにされてもうずっとこれも10年以上ですか。俺はまだ10年経ってないから。あ、10年経ってないんですね、うん、すごい。あ、ペダルもすごいっすね。この間貼ってあるんだから、これしかもこれちゃんと折れてるからね、ちゃんと。しかも面も取ってあるし、はい、うん、これ売ってるのかな。すごい、しかもめちゃ綺麗だし、めちゃめちゃ綺麗。これ多分一個一個でも外さなきゃ塗れないからね。おお。しかも見てこれ、はい、ここ鍵があれ鍵がこのあのボト、あ、なんだっけ、プラスドライバーとかその感じのやつの、はい、取っ手のやつですよね。かわいい。うわー、すごい。これハンドメイドですか。やってもらったんで。あー、なるほど。やば、すごい。楽しくなるよ、これは仕事。そうですね。これシャンデリアってどちらのメーカーなの。このシャンデリアどこなんだろう。メーカーちょっとよくわかんないんだけど、これってナイアガラって言うんですよね。後ろはナイアガラですか。ナイアガラで、この上のやつってなんて言うんですか。上のシャンデリアはなんて言うんですか。なんて言うんだろうね。シャンデリア失礼しました、すいません。はい、すごいですね、これは。カツミさん、ちょっと個人的なお願いがあるんですけど、はい、音をちょっと聞かせていただけたらと。あ、はい、になりますね。マフラー、おい、ありがとうございます。やばいっすね。だからこれは、はい、後ろの台車であの荷物、はい、フルに積んでる時に、あの低速で走ってる時に、あの後ろ姿を俺はね、未だに目に焼き付いてる。ドド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 ド、やべえから。走行シーンも後ほどね。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ということで、かつみ社長のトラクターヘッドを取らせてもらったんですけど、この後台車をつけさせてもらって、すいません、かつみ社長、またよろしくお願いします。ありがとうございます。グレース、かつみ社長のお車です。そしてこの後は走行シーン、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。繋ぐところは何本なんですか。繋ぐところは3本、はい、はい、普段何乗られてるんですか。普段はあっちにあるビッグサムです。ビッグサム、トレーラー、あ、トレーラー、あ、本当ですか。勝美社長さんのところの従業員さんですか。そうです。あ、そうですか、ありがとうございます。お名前なんて言うんですか。秋葉です。秋葉さん、すいません、よろしくお願いします。もうこれ上げたらもう普通に走れるんですもんね。これ上げたらもう繋がってるんで、繋がってるんで、そのままもう出てます。あ、了解しました。秋葉さんまだお若いですよね。そう、おいくつですか。そうですね、はい、30。あ、まだお若いですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ、
Thank you.